東京2020オリンピックパラリンピック競技大会会場開閉式が行われるオリンピックスタジアム。隣接して東京体育館。2020年東京オリンピックパラリンピックの会場では東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の会場について記載する。選手村を起点として都心に近接するヘリテッジゾーンと臨海エリアの 東京米ゾーンの2つのゾーンから構成されている。大会省知事のコンセプトとして、都市の中心で開催するコンパクトな大会が掲げられ、東京都心に近い選手村から8キロメートル圏内に約9割の競技会場を集中させる計画となっていた。後に、持続可能性に配慮して開催都市の負担軽減などを優先するオリンピックの中長期会各案。 アジェンダ2020が採択されたこともあり、より広域な会場配置となった。ヘリテンジゾーンは、日本武道館や国立代々木競技場などの1964年、東京オリンピックでも使用された既存施設を継承するエリアである。開閉式の会場であるオリンピックスタジアムは、1964年大会でメインスタジアムとなった国立競技場の改築によって建てられた。 マラソンは、オリンピックスタジアムを、発着点とし、戦争時、歌舞伎座、東京タワー、皇居など東京の名所をめぐる広域コース、競歩は、皇居外苑の周回コースで計画されたが、オリンピックのマラソンと競歩は、札幌に、会場変更となった。東京米ゾーンの施設は主に埋め立て地に立地し、液状化対策がなされている。晴海からの展望東京都中央区晴海に、 選手や大会関係者を最大1万8000人収容する選手村が建設された。直近の大会と比較してコンパクトで村内移動が短く銀座から約 2km と都心に近いのが特徴である。レインボーブリッジをはじめ東京湾が望める春見客船ターミナルの隣接地で都心のヘリテージゾーンと海辺の東京米ゾーンの結節点に位置する。 緑に親しめる憩いの場として、晴海不動公園と晴海緑道公園が整備された。チームの歓迎式典などが行われるビレッジプラザには、全国の自治体から提供を受けた約1300立方メートルの国産木材が用いられた。木材は大会後に自治体に戻され、ベンチなどに再利用される。2014年12月の国際オリンピック委員会臨時総会において、 オリンピックの中長期改革案、オリンピックアジェンダ2020が承認された。開催都市の負担軽減のため一部の競技を国内外問わず、他都市で開催することが認められ、東京大会でもいくつかの競技で会場計画が変更された。東京五輪パラリンピック期間は、被災三県を含む東北地方各地で夏祭りが実施される時期であり、例年交通機関や、 宿泊施設が混雑するが、東北地方太平洋沖地震から9年となる2020年に復興の舞台として被災地の人々を勇気づけ、世界に復興をアピールするため、招致段階で宮城スタジアムがサッカーの会場として選ばれていた。茨城鹿島スタジアムは当初の計画では会場となっていなかったが、会場追加の要望を受けた結果、 被災地の一つであることも考慮され、会場に決定した。野球、ソフトボール競技のサブ会場として、福島あず球場が選ばれた。夏の札幌大通公園オリンピックのマラソンと競歩について、IOC が2019年10月、東京の暑さによる影響を懸念し、期間中の気温が5から6度低い北海道、札幌市への会場変更を唐突に提案。 その後、IOC と東京都、大会組織委員会、政府による4者協議で合意なき決定として受け入れられ、札幌開催が決定した。パラリンピックのマラソンは計画通り東京で実施される。ありがとうございます。